みんな集まったかな？今度は一体何をさせよってんだ？あのね、天神小学校にいる子たちを見てたら、演劇部の人がたくさんいることに気がついたの。だからね、みんなには演劇をやってもらおうと思います。はあ？演劇か。みんなも演劇部なの？って、あれ？私、前にも同じようなことを聞いたことある？あ、はい、千早ちゃんとなりちゃんも同じ演劇部です。と言っても私たち1年は基本を覚えるので精一杯なんで、演技らしい演技なんてまだできませんけど。俺なんか基本どころか演劇なんて一度もやったことねえし。私もナイト君と同じよ。だからその呼び方やめろって。ナイト君？岸沼君だからナイト君。素敵でしょ？なかなかロマンティックでいいじゃないか。ん？君たちのその制服、セントクルス学園だよね。そんな子たちと知り合いだなんて、岸沼にしては意外だな。そう、意外って、いつも一言多いんだよお前は。よ、知り合いっつうか、記憶もぼんやりしてるし、この学校のどこかで会った気はするんだが。セントクルス？あの演劇部が強いことでも有名なミッション系お嬢様学校ですよね。素敵！わあ！ありがとう。みんなもとってもキュートよ。抱きしめたくなっちゃう。やべえ！私以外のものを抱きしめるなどサービスやすぎ！ブスカー！ブスカー！はい、みんな静かにしてちょうだい。うおー！暴れんな！おいデクノボ、お前も静かにしろ。あいつ幸子にだけは忠実だよな。ああ、なぜだかわからないが、何か弱みでも握られているのか？演劇部じゃない人も何人か混ざってるけど、岸沼はリアクションが面白そうだから参加してもらうことにしたの。目指せ、リアクション芸人。誰がリアクション芸人だ！アズサとランも同じような感じかな。ナイト君と同じ芸人枠？心外ね。芸人じゃねえつってんだろ。ったく付き合ってられっか。
俺は降りさせてもらうぜ。同感だ。悪いが俺も辞退させてもらう。ふーん、そんなこと言っちゃっていいのかな。ああ。なんだ、あんなもの持ち出して。いや、俺はあのガスバーナーに見覚えがある。どこかで。そうだ、あれは俺が死んだ時の。やめてくれ。分かった、やる。やってやるからよ。わーい、やったが死んだ時の記憶って相当きついもんなんだな。いや、待てよ。死んだ記憶ってなんだよ。俺、生きてるじゃねえか。じゃあ、さっき頭の中に浮かんだ光景は、一体。岸沼、大丈夫か？ああ、平気だ。ちょっと記憶が混乱してるみてえだ。あ、そうそう。観客はこの場にいないみんなを呼んでくるから。サトシや篠崎が見に来るわけか？冗談じゃねえ。なんだったら、天神小学校にとどまっている霊も呼ぶ？いや、そらやめろ。つまんない。まさかこんなところで演劇をやるとは思わなかったね。まあ成り行き上仕方ないんじゃない。本当は嫌だけど、ナナちゃんたちがやるなら私も頑張るよ。こうして皆さんとご一緒するのも何かの縁。どうせやるなら楽しまなくちゃね。嫁がやるというからにはこの私も参加しないわけにはいかないね。
しげに、やってみたら案外楽しいかもしれないよ。ね、一緒に頑張ろう。仕方ない。マユがそこまで言うならやるよ。やった！シゲ兄の演技を見れる。嬉しそうですね、マユさん。森重さん、マユさんと仲いいんですね。もしかして恋人同士とか？そんなんじゃない。まあ、マユには俺がついててやらないと何かと心配だからな。あらあら、あんなこと言ってるけど本当のところはどうなのかね。何のことだ。どうぞお気になさらず。どうでもいいけど、こんな茶番さっさと終わらせちまおうぜ。いや、どんなに理不尽でも芝居は芝居だ。俺は一切手抜きをするつもりはない。やるからには 120% の完成度を目指すぞ。お前何マジになってんだよ。かっこいいじゃない。どこかのナイト君とは大違い。おい、どこかのって全然隠せてないぞ。やめ、ダメよ浮気は。かっこいいものは素直にかっこいいと言うべきよ。くどでも出ない。うん、お芝居に真剣に取り組む森重さんって仲いいよね。まさか。ナーナちゃん、そうなの？え、違うよ。私はただ。どうしたマユ？何か気になることでもあるのか？別に何でもない。ん？ならいいが。鈍感。岸沼、やる気ない。こんな状況で演劇なんて、やる気起きるかよ。岸沼君、岸沼君。なんだ？観客の中には篠崎さんもいるんだし。それが一番嫌なんだよな。かっこいいところを見せちゃったら、篠崎さんの見る目も変わるかもしれないよ。よし、やるからには面白い劇にしないとな。わかりやすいわね。ラブだね。なんだよお前ら、こそこそ話してんじゃねえよ。
つら、なんか苦手だぜ。さあみんな、おしゃべりはここまでね。早速演劇を始めましょう。その前にちょっといいか。何？芝居を始めるには、まずは脚本を用意する必要があるんだが、用意してあるのか？ふんふん、幸子を甘く見ないで。おい、デクノボ、本を持ってこい。あの化け物、どこに行ったんだ？うん？あいつが持っているのは紙の束か？種類の本を用意したわ。どんなものがいいかすごく迷ったんだから。幸子さんが用意した脚本って。嫌な予感しかしないな。さ、この中から選んで。これもこれもまともなやつは一つもないじゃないか。そうだな。そもそもこの脚本は誰が書いたんだ？ふふふ、知りたい？デクノボ、脚本家を連れてきてちょうだい。書いてくれた刻みよ。あ、刻み？でけえ。俺は白檀高等学校2年の刻み優也だ。おう、俺は如月学園2年の岸沼じゃなくて、お前が書いた脚本まともなやつ一つもねえじゃねえか。腹黒かったり残虐だったり、もっとこう戦隊ものなら戦隊らしく書けよ。今回のシナリオは死がテーマだからな。人が命の終わる瞬間を意識した時、自分のその身に死が降りかかった時、どんな命の爆発を見せるのか。俺はそれがただ見たい。まばゆい輝きを放って消えていく命。そう、これこそ俺が求める命のひらめき。知るか、もっと普通の話を作れ。岸沼の言うことも一理あるわね。今日は幸子のバースデーパーティーなんだから、もっと楽しいものが見たいわ。というわけで、刻み、あなたは退場よ。
ったく、何なんだあいつは。さて、仕切り直しね。脚本は新しく作り直した方がいいな。マユ、書いてくれるか。うん、いいよ。じゃあ頼む。あとは内容だが。おい、森重、幸子のやつじっとこっちを見てるぞ。もしかしてあれ、考えたストーリーを聞いてほしいんじゃないか。ああ、そうかもしれないな。やっぱそうだって、明らかに目でそう言ってるぜ。しかし相手は幸子だぞ。残虐だったり歪んでいたり、変なストーリーを提案してくるかもしれない。けどよ、一応楽しいものって自分でも言ってたわけだし、大丈夫なんじゃないか。幸子、いいアイディアあるのにな。とうとう口に出して言い始めたぞ。間違いなく聞けってことだろう。しかし。なんで誰も聞かないのかな。幸子すっごくいいアイディアがあるのに。わかった、わかったから、その化け物暴れさせんな。幸子は一体どんな話にしたいんだ。あのね、幸子、探偵物がやりたい。探偵物？そう、少年探偵団とか、そういう正義の探偵を幸子がやるの。見事な推理で次々と悪い人を捕まえちゃうのね。楽しそうでしょ。まあさっきよりはまともそうだが、幸子は探偵っていうより悪人の方。岸沼君、ストップ。それ以上はお口にチャック。分かったよ、幸子さん、探偵ものだね。うん、マユは物分かりがいいね。ありがとう。無意味に刺激しちゃダメだよ、岸沼君。私たち殺されちゃったらどうするの。もう、悪い。それじゃあみんな、もしいいアイディアとかあったら教えてくれる？みんなで協力したら脚本も早くできると思うの。探偵物だったら、とにかくみんなをびっくりさせるようなトリックが必要だよね。あ、私昔読んだ推理小説ですごく驚いたトリックがあって。何何？教えて。及ばずながら私もアイデアを出すわ。ここはやっぱりユリ要素を入れるべきでしょう。いや、今の時代は BL ネタを入れた方がウケるんじゃないかな。幸子ね、本格的なのがいい。なんか妙に盛り上がってんのな。いいんじゃないか。これで話がスムーズに決まるなら問題ないだろう。
お前って命令された時以外何もしねえよな。幸子に命令されるまでいつもこうして待ってんのか。退屈じゃね。苦労してんだな。うん、これで大体のストーリーは決まったね。でも細かいところまでとなるとかなり時間がかかりそうだし、今日中にはできないかも。今日だけのパーティーなんだから今日中じゃないとダメ。そうだよね。大まかなストーリーだけ作って、あとはアドリブで大丈夫だろう。待てよ森重、俺アドリブなんてできねえぞ。へたれねえ、へたれナイト君。ナイト君情けない。うっせえ、演技なんてできないって最初から言ってんじゃねえか。それをポン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 勝手に決めやがって。落ち着け岸沼、お前は簡単な役にしてやるから、それなら文句はないだろ。よし、じゃあ今からザザッと書いちゃうね。ああ、頼む。お疲れ、眉。悪いな、お前にばかり負担をかけてしまって。ううん、もともと脚本書くの好きだし、久しぶりにシゲ兄の演技を見られると思うと嬉しくって。そうか、なら期待に応えられるように頑張らなくっちゃな。羨ましそうね、ナイト君。別にそんなんじゃねえよ。リア充爆発しろとか思ってる顔だね。自分は愛しのあゆみちゃんに全然思いが通じないから。うるせえな、さっきからいちいち突っかかってくんじゃねえよ。なかなかお似合いのカップルではあるが、ラブラブ度では我らには勝てまいて。ああ、なんだって、私と嫁は完全無欠な両思い。我らの愛に勝るものなどないのだ。あら、そうだったかしら。私たちいつ両思いになったの。でもそんなクールな夢も大好きさ。さて、脚本もできたことだし、次は配役を決めないといけないな。役としては探偵、助手、被害者、少年、第一発見者、重要参考人、ナレーションといったところか。探偵役は幸子で決まりだな。喜んでるな。ところで他の配役はどうするんだ。普段なら
オーディションをやって決めたりするんだけど。オーディション？なあ、一通り台本を読んで希望の役を演じる。その後、誰がその役にふさわしいかみんなの意見で決めるんだ。シゲ兄は何の役を演じるの？俺はやめておくよ。どうしてよ。どうせろくでもない役をやらされるに決まってる。それなら俺は裏方の方がいい。何言ってるんですか、森重さん。な、そうですよ森重さん、最初から諦めちゃダメです。私もそう思います。森重さんがやらなくて誰がやるんですか。そうだよ茂兄、やるからには 120% の完成度を目指すんでしょ。茂兄なら大丈夫。もっと自分に自信を持って。マユ、みんな。そうね、演劇未経験者のナイト君よりはいい役になれると思うし。うん、私もそう思う。ろくでもない役はナイト君にやってもらえばいいのだ。お前らさらっとひでえよな。みんな、俺頑張ってみるよ。しげに、ありがとう、ありがとうみんな。なんてね、作太郎くんだけ降りさせたりしないよん。面白くなってきたわね。この脚本だと探偵以外は大して変わり映えのない役どころだな。まあな、どれをやっても大して変わんねえよ。もう適当に決めちまっていいんじゃないか。なんだよ。幸子、オーディションやってみたい。お前はもう探偵役に決まってんだろうが。霊界探偵さっちゃんなんだし、幸子さん以外に主役なんてできないよ。でもオーディションやってみたい。どうする、しげに。幸子がやりたいと言ってるんだ。拒否するわけにはいかないだろう。けどよ、結果は決まってるのにオーディションってわけがわからねえよ。出来レースでいいんだ。形だけのオーディションをやってやれば。みんな、ちょっとこっちへ来てくれ。今から話すことは、幸子や吉和に気づかれないよう、くれぐれも注意してくれ。幸子が自分もオーディションをやりたいと言っているんだが。え？でもさっき自分で探偵役やりたいって言ってませんでしたっけ？どうするんですか？だから形だけのオーディションをやって納得してもらおうと思うんだ。幸子の機嫌を損ねたら何をされるか分かったもんじゃない。とにかく嘘だとバレないように気をつけないと。ですね。で、どうすればいいの？ねえ、みんなで何を話してるの？決
気にすんなよ、大した話じゃねえからよ。じゃあ聞いてくれ、みんな。まずはという作戦だ。どうだ？ではプラン A スタートだ。よし、それじゃあオーディションを始めるとするか。ああ、演技を見ずして役は決められないからな。そうだね、オーディションって大事だよね。オーディションって何をやるの？まずは自分が何の役をやりたいか意思表示をする。それから実際に演じてもらって誰が一番その役に合っているかを多数決で決めるんだ。はいはい、幸子探偵役がいい。主役なのになんで誰も手を挙げないの？なんかおかしくない？しげに、幸子さん、不機嫌になってる。やはり、立候補者なしで幸子に決まりという作戦は無理があったか。次、プラン B に移るぞ。なんか変だよね。みんな真面目にやってるの？私、やっぱり主役やってみたいな。なんて。私もまだ脇役しかやったことないから。私も立候補するわ。私も。いいぞ、演劇部であるお前たちの演技力を見せてくれ。オーディションからもう芝居が始まってるって変な状況だよな。立候補者は幸子も入れて5人。やっぱり主人公は人気高いのね。そうだな。本当はみんな幸子が怒るから立候補しただけなんだが。ではこの5人でオーディションを行いたいと思う。演じてもらうセリフは霊界探偵さっちゃんが登場するシーンだ。あの世の闇を推理で照らす霊界探偵さっちゃん見参ってセリフだな。まずはまゆ、やってみてくれ。あの世の闇を推理で照らす霊界探偵さっちゃん見参。すごい棒読みだな。そうかな。次は小笠原さんの番だ。あの世の闇を推理で照らす霊界探偵さっちゃん見参。噛みまくりだな。すみません。次は天戸屋さん。はい、あの世の闇を推理で。すみません、喉の調子が悪くて。そうか、
残念だが、その喉では主人公は無理だと思う。はい。じゃあ山瀬さん、やってみてくれ。あの世の闇を推理で。ごめんなさい、やっぱりダメです。どうした？私なんかが主役なんてやっぱり無理です。辞退させてください。わかった。では山瀬さんは辞退と。これじゃあ君たちに主人公のさっちゃん役を任せることはできないな。オーディションをやるまでもなく、幸子が主役ということで決ま。怪しい。わざとダメな演技をしてるような。もしかして真面目にやってない？しげにプラン B もダメみたい。超不機嫌になってる。誰が見ても怪しすぎるだろう。ならプラン C へ移行する。が、あ、うん。みんな、いつも通りに演技してくれないか？これじゃあ正当なオーディションとは言えない。う、うん。あの世の闇を推理で照らす霊界探偵さっちゃん、剣山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 。幸子、今度はどうだろう。うん、いい感じ。これなら勝負しがいがあるわね。それじゃ今度は幸子の番だ。うん。あの世の闇を推理で照らす霊界探偵さっちゃん、剣山。ものすごい棒読みだぞ。どうするんだよこれ。どうするも何も、幸子以外主人公に選べないだろ。だよな。このまま全員が幸子に投票して主人公は幸子ってことでいいんじゃないか。だがあんな棒読みで主人公などと俺は納得できない。今は抑えて、しげに。さっちゃんだって練習すればきっとうまくなると思うの。そうだな。今は我慢しないと。では投票を始めたいと思う。さっちゃんに最もふさわしいと思う人の名前を紙に書いて私のところに持ってきてください。それでは投票結果を発表します。全員一致で主人公は幸子に決定する。おめでとう。さすが幸子さんだね。やっぱり主役をやるのは幸子さんしかいないよね。うん、さすが幸子さんだね。正直かなわないって思ったもん。主人公を演じられるのは幸子さんしかいないよね。
ぱりまだわざとらしかったんじゃないか。満場一致というのがまずかったか。だがこれ以上は。やったー、幸子主人公。はあ、よかった、納得してくれたみたい。ああ、とりあえず第一の難関はクリアか。こうして素直に喜んでる姿なんかは無邪気な子供なのにね。だな。他の役に関しては適当に配役して構わないか。はい、大丈夫だと思います。ねえねえ、配役は適当で構わないならさっさと始めちゃおうよ。よし、では配役を発表する。まずは主人公、探偵役は幸子。はーい。探偵助手は2人、高井さんと小林さん。わかったわ。頑張っちゃうぜ。次に被害者、岸沼。やっぱり俺はそんな役か。被害者の友人役は俺がやる。第一発見者は小笠原さん、その友人二人は山瀬さんと天戸屋さん。はい。真由はナレーションを頼む。うん、任せて。これでいいか幸子。いい、問題ないわ。今から上演が楽しみよ。それじゃあ練習を始める。まずは発声練習から。気合入りまくってるな森重。そこに並んで、足は肩幅に開いて、肩の力を抜くように。基本の口慣らしから始めるぞ。口をしっかり開けて、腹から声を出すように俺に続いてくれ。あ、え、い、う、え、お、あ、お。あ、え、い、う、え、お、あ、お。死ぬま、幸子、腹から声が出てないぞ。だらだらと伸ばさずに、ハキハキと。わかったよ。なんかおっかねえな、森重のやつ。あ、え、い、う、え、お、あ、お。あ、え、い、う、え、お、あ、お。よし、その調子だ。幸子が真面目に練習をしてるってマジかよ。というか森重さん、幸子さんにもダメ出ししてるけど大丈夫なの？幸子さんの怒りでも買ったりしたら怖いよ。次はステージに上がって演技の練習だ。まずは小笠原さんから。わかりました。
君は第一発見者役だったね。容疑をかけられたシーンをやってみよう。探偵役はとりあえず俺が代役するから。小笠原さん、犯人は君だ。なんで？そんな、何を根拠に私が犯人だと。どういうことなのか説明してください。いいぞ。セリフだけでなく表情にも感情がよく現れている。君はセンスがあるな。このように演劇とはセリフをただ話すだけでなくキャラになりきって演じなければならないんだ。その演じるってのが難しいんだって。小笠原さん、ありがとう。それじゃあ幸子、やってみてくれ。わかった。それじゃあ始めるわね。ナナ、犯人はお前だ。違う。それじゃあ探偵というより、むしろこれから人を殺す悪霊だ。いや、実際悪霊だしな。やっぱりこうなると思った。ここにいるのは悪を捕まえる正義の探偵だろ。正義の探偵はそんな風に不気味に笑ったりはしない。不気味、おいおい。大丈夫なんですか、森重さん。ものすごく挑発的なこと言っちゃってる。いいか幸子、お前の役は正義の探偵だ。それを忘れるな。森重さん、殺される。わかったわ森重。いいえ、森重先生、幸子頑張る。残虐非道な幸子さんが怒らないなんて。素直な幸子さんってなんか変。変どころか不気味すぎるだろ。そこ、ごちゃごちゃうるさいぞ。練習の邪魔になる。え、ああすまん。森重のやつかなり本気みたいだな。おい森重、最初からそんなにこだわってたら教授に終わらねえんじゃねえか。ほどほどにしないと上演どころか。ダメだ、いい加減に作り上げたものなど芝居とは言わない。俺は手抜きをしない主義なんだ。だから幸子が満足すりゃそれでいいんじゃねえのかよ。何熱くなってやがんだあいつは。幸子、もう一度だ。はい。ナナ、
ね。違う、もっと正義の味方っぽく。もう一度。おいおい、そろそろ幸子が切れるぞ。おい鈴本、森重を止めろよ。このままだとさすがにまずいだろう。そうですよ、まゆさん、止めてあげてください。しげ兄は演技に対して真摯なだけだよ。今のしげ兄、キラキラしてて輝いてる。止めるなんてとんでもない。だはー、キラキラとかじゃねえよ。幸子を怒らせたら真っ先に殺されるの森重だろ。森重さんを止める方法はないの？じゃあ今言った通りに演じてみろ。犯人はお前だ。まだ役になりきれていない。怒られてばっかり、全然面白くない。やべえな、幸子のやつ確実に怒ってるぞ。何お姉ちゃん、ちょっとこっちへ来て。お姉ちゃんの話を聞いて。どうしたんだ小笠原さん。いえ別に何でもないです。気にしないでください。幸子さん、こっちこっち。さっきから練習ばっかりでつまらなかったからちょうどよかった。幸子、もっと楽しいことしたい。あのね幸子さん、よく聞いて。森重さんが幸子さんに厳しいのは、それだけ幸子さんに期待しているからだよ。幸子に期待？期待しているからこそ厳しくするっていうのはよくあることでね。幸子さんは才能の塊なの。すごい演技力だよ。うん、思わず見入っちゃったくらい。天才演劇少女だと思う。なるほど、幸子を追立てて機嫌を取る作戦か。幸子、期待されてるの？ああ、もっと上手くなれると思うから何度もやらせるんだよ。それだけ幸子の才能に期待してるってことなんだし、頑張って練習を続けようぜ、ね。分かった。そこまで言われたら仕方ないわね。早く練習に戻れ。時間がないんだぞ。森重は幸子の才能に期待してるから厳しいのよね。は？大丈夫、言わなくても分かってるから。幸子の本当の演技力見せてあげるね。なんだかよく分からないが、
やる気になったのなら別に。じゃあもう一度、さっきのシーンを。犯人は、お前だ。ダメだ。幸子にビンタをかましやがった。もうダメ。待って、見てあれを。森重、幸子、諦めないわ。よく言った。その一言が聞きたかったんだ。幸子、自分を信じるんだ。お前ならきっとできる。森重、幸子。あ、これすっかり入っちまってるし、はあ、いつになったら先に進むんだか。岸沼さん、どこに行くんですか？俺の出番はまだ先みたいだし。もう一度だ。犯人を指摘するシーン。犯人はお前だ。みんな、ここまで厳しい練習によく耐え抜いてくれた。あとは本番で全力を出し切るんだ。やっと終わった。森重さんが殺されなくてよかった。殺される？俺は被害者役じゃないぞ。この人、自分がやってたことの危険性に気づいてないよ。とりあえず演技はどうにかなったが、舞台セットが。大丈夫よ、上演中はステージの背景を変えるから。そんなことができるのか？今日は天神小学校もパーティー仕様なのよ。それくらいは大丈夫。大丈夫だね。死ぬ前、練習もしないでどこに行ってたんだ？いや、ちょっと自分探しの旅に出てた。わけもわからないことを。もうすぐ上演するんだぞ。マジかよ。俺まだ全然練習してねえんだけど。つうか、台本も見てねえからどんな役なのか知らねえし。被害者役ったって犯人と言い争ったり逃げたり結構大変なんじゃねえのか？大丈夫だ、
お前の役は練習なしでもできる。は？それじゃあ観客を呼ぼっか。おいデクノボ、みんなを呼んでこい。演劇って言ってたけど、何をやるんだろうな。幸子がヒロインって大丈夫なの？私は、ナオミとラブラブな恋愛ものがやりたいな。いやよ、恋愛ものなんて恥ずかしくてできないもの。恥ずかしがり屋さん。そういえば、森重くんや鈴本さんの劇ってまだ見れてなかったな。幸子さんが作る劇なんて、まともなものとは思えないわね。私も見なければならないんですか？なほちゃん、ここはおとなしく従っておこうよ。さやか、俺の隣の席が空いてるよ。私はナホちゃんの隣って決まってるから。てかあんた帰ったんじゃなかったの？ゆかちゆかち、演劇ってどんなのやるんだろうね。さつきちゃん、始まったら静かにしないとダメだよ。こんなにいるのか。みんな、舞台裏に入って準備しろ。上演するぞ。いいかみんな、練習通りに全力を出し切れ。これより劇団さっちゃんと楽しい仲間たちによる演劇、霊界探偵さっちゃんを上演いたします。携帯電話をお持ちの方は電源を消すかマナーモードに設定してください。まずは出演者たちの準備の間に本作の PV を見ながらお待ちください。 PV まで作ったのか。無駄に本格的ね。突如起こった謎の殺人事件。人が死んでる。次々に浮かび上がる容疑者、裏でうごめく陰謀。あいつの日本史の教科書に落書きしてやるぜ、ゆじに。全部ヒゲを描いてやる。うわあ、フランシスコ・ザビエルが、顔の上半分は毛が足りないのに、下半分がもっさりに。解けない謎、絡み合う欲望。コンビニで新作のスイーツを買ってきたよ。美味しそうね。でもカロリーはどれくらいなのよ。なんで人は食べると太ってしまうの？
そしてついに彼らはあの人物に助けを求める。もしもし、これは霊界探偵さっちゃんの電話番号でよかったかしら。うちではそんなラーメンは売ってない。かける電話番号を間違えたわ。やべえ、落ち着け。新感覚ホラーミステリー、霊界探偵さっちゃん、カミングスーン。ナレーションはそれっぽいけど、会話の内容が。まさにカオスだな。なお、先ほど上演された PV はイメージです。実際に演じられる舞台とは一切関係ありません。関係ないのかよ。どこにでもありそうな平凡な学校生活。しかしそんな日々は一人の女子生徒の悲鳴とともに崩れ去る。やー！人が死んでる！せっかく発声練習までしたのに、俺の役全然セリフねえじゃねえか！練習しなくてもできるってこういうことかよ。何？死体だと？どうしたの？ナーナ、ナーナちゃん大丈夫？これは死んでるね。一体誰がこんなことを。とりあえず写真を撮っておくか。はあ？とりあえず写真ってなんだよ。死ぬま、誰がこんなひどいことを。一体何があったというんだ。お友達の方ですか。ああ、騎士沼は俺の親友だ。くそ、一体誰が。まだ体が温かい。きっと殺されて間もないんですよ。まさか、まだ犯人は校内に。嘘、どうしよう、ナナちゃん、ナリちゃん。皆さん、落ち着いてください。落ち着けだと？ふざけるな！親友が殺されたんだぞ。しかも犯人は校内にいるかもしれないのに。騒いでも事態は何も変わらない。それより学園に伝わる七不思議の一つを試してみない。七不思議？そう、学園の平和が乱れた時、その絶大な推理力で悪を捕らえるという。ごくり霊界探偵さっちゃんよ。この幸子さんの片代をみんなで持って引きちぎる。そうすればさっちゃんが現れるのか。ええ、
じゃあ、一斉に引きちぎろう。追うともよ。せーの。なんだ、急にあたりが暗く。やべー、大丈夫か。どさくさに紛れて抱きつくの禁止。いいじゃないか。みんな大丈夫？お前は何者だ？あの世の闇を推理で照らす霊界探偵さっちゃん剣山。安心して、幸子は正義の味方よ。いや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 、正義の味方でそのハサミはどうよ。うん、どう見ても悪人だな。なんだ、急に化け物が暴れ出したぞ。文句つけるなってことじゃないの？生徒たちの儀式により呼び出された霊界探偵さっちゃん。彼女はあずさとランを助手として捜査を開始した。これが外車ね。そうです。目撃者はなし、証拠も見当たりません。犯人はよほど周到な性格だったのではないかと。俺ずっとこのままなのか。つうか俺は何をやってるんだ。相手は人を殺しまくってる悪霊だぞ。いや、今暴れて幸子の機嫌でも損ねたら、それこそ皆殺しにされかねない。仕方ない、今は従っておくか。声なき声に耳を傾けろ。え？見て、死体の指が W という血文字を書いている。これは、なんということだ。全然気づかなかった。基本中の基本、血文字なんて書かれていたら普通気づくでしょ。うんうん、さすがなホタン、見るところが違うね。これくらいなんでもないわ。というか、実際の事件で血文字が残ってるケースなんてほとんどないけどね。これは死者が残した言葉、ダイイングメッセージよ。ダイイングメッセージ、 W、 一体どんな意味があるのかしら。みんなを教室に集めてちょうだい。死者を冥界へと導く推理が完成したわ。そして教室に人が集められ、ついに幸子の推理が披露される。一体なんだ、急にみんなを集めて。まさか犯人が分かったんですか？一体誰なの？早く教えてください。皆さん落ち着いて。この事件は被害者が残したダイイングメッセージによって解決したわ。さあ、霊界探偵さっちゃん、犯人の名をババーンと告げちゃってください。ええ、犯人は
ナナ、あなたね。私？まさか、ナナちゃんが？なるほど。第一発見者が一番怪しいということか。ちょっと待って。なんで私が？この事件の関係者の中で W を名前に持つ者は小笠原ナナ、小笠原ナナ、あなただけだからよ。そんな、アルファベットで名前を示すなら頭文字を書くと思うんだけど。O や N を持つ人なら他にもいるから W にしたのよ、きっと。死ぬ間際にそこまで深く考えないと思う。そういえばそうね、すっちゃん。誰にでも間違いはあるものよ。たとえそれが名探偵でもね。ここまであっさりと自分の意見を覆す名探偵も珍しいわね。もう一度考え直す必要があるわね。とりあえずみんな解散。何のために集められたんだ。その明晰な頭脳により自らの過ちに気づいた幸子、彼女は廊下に戻り推理を再開した。W はナナじゃなかった。さっちゃん、犯人は一体誰なんですか？そうか、わかった。サチコ、ダブルの意味を勘違いしてた。犯人がわかったの？うん。あずさ、ラン、みんなを教室に集めて。一体なんだ、急にみんなを集めて。まさか犯人がわかったんですか？一体誰なの？早く教えてください。皆さん、落ち着いて。今度こそさっちゃんはダイイングメッセージの謎を解き明かしたわ。さあ、答えを言っちゃってください。うん。その前にみんな、服の裾をめくって腰を見せて。はい。え、なんでですか？被害者が残したダイイングメッセージ W、 その意味はきっとウエスト、腰よ。おそらく犯人の腰には犯行の証拠になる傷か何かがある。なるほど。ミステリーでは被害者と争った怪我を犯人が隠していることもあるからな。でも腰って森重さんの前で見せるのはちょっと。ああ、俺は向こうに行っているから、終わったら呼びに来てくれ。あの、森重さんにはちょっと向こうを向いててもらえばいいんじゃないかな。あとは私たちが見えないように周りを囲んじゃえば大丈夫だよ。うん、それなら平気かも。でも、ついに尻尾を出したわね。犯人はあなたよ、ナリ。
違う、私はやってないわよ。あなたの今の態度が何よりも大きな証拠よ。それはまさかのりちゃんが。嘘よ、なりちゃんが犯人のはずない。ちはやちゃん、私が押さえてるから今のうちにあれを持ってきて。森重さんはあっち向いててください。な、ああ。いや、いやー、なーな、ちはや、お願い話して。ごめんね、なりちゃん、優しくするから。いやウエスト測り終わったよ。やっぱり太ってる。なりちゃん、あれほど約束したのに。スイーツが、スイーツが悪いのよ。甘くて美味しいものがこの世にあるから。PV と繋がった？わかるわ。甘いもの我慢しろって言われてもそう簡単に我慢できるものじゃないのよね。美しさを磨く上でダイエットは避けては通れない道よね。スイーツの誘惑に負けているようでは一流の女にはなれなくてよ。ところで、なりちゃんの腰に犯人を示す傷や印はあったのかしら？いいえ、ありませんでした。なりちゃんは、そんなことしないと思う。百聞は一見にしかずです。見てください、これが証拠です。ちょ、なあなあ、シャツの裾めくんないでよ。特に傷みたいなのはないわね。おい森重、お前の腰も見せろ。俺は犯人じゃないから見ても意味ないと思うけど、ほら。さっちゃん、これは一体どういうことかしら。誰にでも間違いはあるわ、名探偵にもね。また推理間違ってたんだ。お前らさっさと解散しろ。はあ、横暴だな。ナリが犯人ではないと分かり、サチコは再び死体発見現場に戻ってきていた。犯人はナリじゃなかった。だったら一体誰が。ところで俺はいつまで死んでりゃいいんだ。何が名探偵だ。俺の我慢にも限度があるぞ。ここで幸子に喧嘩売ったら今までやってきたことが無駄になる。
えろ。耐えるんだ俺。幸子が満足さえすれば元の世界に戻れるかもしれないんだ。さっちゃん、本当の犯人は誰なの？なんだか不安になってきたんだけど。心配無用よ。今度こそ当てちゃうんだから。犯人は…ねえ、早く犯人当ててよ。早く早く早く。うるさい。殺されたいのかお前。すいませんでした。そうだわ、幸子ひらめいちゃった。そもそもこれを W だと見たのが間違いだったのよ。間違い？これは W ではなく、まだ未完成の文字だったの。そして再び教室にみんなが集められた。一体なんだ、急にみんなを集めて。犯人が分かったんですか？一体誰なの？早く教えてください。なんだかみんなの声にやる気が感じられない。だってもう3回目だし。そろそろ飽きてくる頃よね。飽きる？今度こそ大正解の間違いなしなんだから。 W は別の文字を書こうとして力尽きて書けなかったのよ。つまり W ではなくて、これは山と読むの。これがダイイングメッセージなのよ。この中で山がつく名前といえば、山瀬千早。千早が犯人だよ。まさか山瀬さんが犯人だったとは。人は見かけによらないものね。さあ、ご用だご用だ。あの待ってください。何千早、何か言い訳でもしたいのかしら？山っていう字は書き順から考えるとどうやっても W にはならないと思うの。千早、山という字はどう書くの？まずは真ん中の縦線を書いて、その後に左と右の部分を書くの。名探偵さっちゃん、あなたいくつ？7歳。小学1年生か。山くらい習ってそうだけど。さあみんな解散よ。千早も犯人でないことが分かり、幸子は死体の前で考え込んでいた。千早は犯人じゃなかった。一体誰が犯人なの？もうそろそろ真犯人を当ててほしいんだけど。もう分かってるわ、今度こそ。そう、山ではなかったけど、やっぱりこのダイイングメッセージは W じゃないの。これは W ではなく、反対にして M よ。
そしてナナの言葉が幸子にヒントを教えてくれた。アルファベットを使うなら頭文字。頭文字に M があるのは、あずさ、ラン、みんなを集めて。今度こそ本当にわかったの？また呼び出しか。仕方ないですよ。そろそろ疲れてきた。私も。ふっふっふ。ついに真犯人を突き止めたわ。あなたよ、森重。よく俺が犯人だと分かったな。なぜ岸沼を殺したの？あいつが俺の日本史の教科書に落書きをしたからいけないんだ。ここも PV とつながってるのか？いや、死体の写真を撮るとか最初から怪しすぎるから。俺にとって岸沼は親友だった。なのにあいつがザビエルの顔に大量のヒゲなんか書き込むから。一体どうしてこんなことになってしまったんだろうな。今考えると大して怒ることでもなかったのに。すまない岸沼。本当は俺、お前の奔放かつガサツで人の神経を逆なでするようなその無神経な性格に苛立っていたのかもしれない。悲しい事件だったわ。でも何かが引っかかる。残念なお知らせよ、さっちゃん。作太郎くんにはどうやらアリバイがあるみたい。殺人が起こっただろう時間に体育館で演技の練習をしている姿が目撃されてるんだよ。じゃあ森重は犯人じゃない？嘘ついて誰かをかばっていた？また違ったの？うん。ご勘弁。はあ、もうめんどくさいからみんな殺しちゃおうかな。探偵が物騒なこと言い出したわよ。ゆうや。いい、いいぞ幸子。これまで見たこともない死の乱舞を、命のひらめきを見せてくれ。落ち着いて、さっちゃん。それでは事件の解決にはならないわ。さっちゃんは名探偵なんでしょ？それもそうね。殺すのは簡単だけど、もう少し考えてからにしてあげる。そうか、わかった。もう一人、M の頭文字を持つあいつが犯人よ。また M の頭文字？大丈夫かな？今まで間違ってきたのは演出よ。そう、難しい事件であることをアピールするための演出。
今度こそ間違いないわ。今度って一体何回目だよ。ただ倒れてるだけってのも結構疲れるんだけど、大体いつまでも死体をそのままにしてていいのか。普通警察とか呼んで鑑識が調べたりするだろうが。俺は我慢した。これまでないほど我慢したんだ。もうこれ以上。いや、まだだ。耐えろよ。耐えるんだ俺。ここで切れたら男が去る。俺はそんな小さい男じゃないだろう。さあ、もうすべての謎は解けたわ。出てきなさい、 M の頭文字を持つ真犯人、マユ。よくわかったわね。そうよ、私が真犯人よ。なぜ鈴本なんだ。確か登場人物の中にいなかったよな。これまでのシーンでは私に関する情報を一切明かさなかっただけで、実際にはずっとそばにいたの。そう、これこそ呪術トリック。そんなのありなのか。マユ、ありがとう。シゲにかばってくれてすごく嬉しかった。でもこのままシゲ兄が犯人にされるなんて私耐えられなかったの。マユ、どうして岸沼を殺したの。私と岸沼くんとシゲ兄はずっと友達だった。これからも友達だと思っていた。あの三角関係が起こるまでは。三角関係ってまさかナイトくんと朔太郎くんがマユちゃんのことを。ん、なんか変な展開になってきてねえか。いい、違うわ。でも三角関係って。私はシゲ兄のことが好きだった。なのにある日私は見てしまったの、二人が仲良く歩いている姿を。あれ？あれはシゲに？え？おい、近すぎねえか？仕方ないだろ。メガネがないから、こうでもしないと危なくて歩けないんだから。それにしたって危険だよ！決めんだよ！生温かいんだよ！安心しろ、俺だって気持ち悪い。それより周りに気をつけてしっかり歩けよ。なんで岸沼君と腕組んで歩いてるの。嘘。見なかったことにしよう。岸沼君とシゲ兄はこいつって感じで、まるで恋人同士みたいに。おーい、何気色の悪いこと言ってんだよ。きっとあの二人はできていたに違いないわ。だはー、んなわけあるかー。違う、マユ、それは誤解だ。俺と岸沼が恋人同士だなんてあるわけがないじゃないか。俺は岸沼なんかよりずっと真由のことを大切に思っているのに。
シゲに。そういうことだったの。すれ違いの末に起こってしまった悲しい悲劇。ごめんなさい、岸沼君。幸子は霊界探偵、たくさんの霊を見てきたわ。でも一番恐ろしいのは生きた人間だったというわけね。納得いかない。こんなお家でいいの？よくわかんない。結局地上のもつれってことかしら。なんともかんとも。幸子のやつ、なんで黙ってやがるんだ？もしかしてこれで終わりってことなのか？うっ、まさか拍手を待っているのか？みんなどう反応すりゃいいのか戸惑ってるんだ。観客席にいる化け物が泣きながら拍手をしてやがる。みんな拍手、拍手するんだ。そうだね、みんな拍手してあげて。ありがとう、みんなありがとう。俺はいつまでこうしてればいいんだ？もうすぐ終わりじゃないか。ここまで来たら最後まで付き合ってやるか。以上をもちまして、霊界探偵さっちゃんの上演を終了いたします。ご観覧いただきありがとうございました。皆様、忘れ物などにお気をつけてご退場くださいませ。納得できない。ナホ、このストーリーはあまりにも不条理すぎる。そもそもミステリーにはノックスやバンダインなど先人たちが打ち立てた様々なルールがあるのに、それを無視するだけならまだしも何？あの推理は。ナホちゃん落ち着いて。サヤカは黙ってて。何？サチコのお芝居に文句でもあるの？死ぬの？あなたとはいつか決着をつけなければならないと思っていた。断罪してやる、七つの星のもとに。未熟な霊能師が思い上がるな。置けばいいさ。幸子が要求する芝居は終わったんだ。あとはもう俺たちには関係のないことだ。
かな。さっきまでは俺は手抜きをしない主義なんだとかなんとか言っちゃってたくせに、ずいぶんクールなのね。エンディングを迎えればそれでおしまいさ。ま、久しぶりに演じるという高揚感を得ることはできたかな。そんなもの？ああ、シゲニー、私久しぶりにシゲニーの演技が見れてすごく嬉しかったよ。そうか、ありがとう、マユ。なんで俺？マユが一緒にやろうって後押ししてくれたおかげで演じる楽しさを思い出したよ。一人でふてくされて何もやれなかったら、きっとどうしようもない卑屈な人間になっていただろうな。これからもずっとマユと一緒に芝居ができたらいいのに。しげに、わあ、ロマンス、ロマンスですね。よかったですね、マユさん。もう二人とも付き合っちゃえばいいのに。変なこと言うな、俺はただ純愛ね。いいね、うゆいしくて。さてと、これで幸子の誕生パーティーも終わりだな。幸子の気がそれている間にこの行動を出てしまおう。うん、そうだね。待って、みんな。え？気づかれたか。なんだかすごく嫌な予感がする。さっきの演劇すごく楽しかった。だから今度はラブコメのお芝居をやってみたい。まだやる気なのか。俺、いつまでこうしてればいいんだ。